ということで、一部あと基礎団体を残すのみとなりました、アンサンブルスカウトストレッチの皆さんです。お揃いの T シャツで、実は僕もその T シャツ持ってるんですけど、今日はすっかりそのことは忘れてて用意してきませんでしたので、5人がその格好で、でさっきキャラメルママの時にね、お揃いのバラも用意してみんなでつけてましたけど、それも僕もらってたんですけど、忘れてって今つけてますせっかくね、のりちゃんが作ってくれたので今だけですね遅返しですけど今つけてますはい、ということで、一部の最後はアンサンブルフラドドルチェですけど、1曲目のアリアっていうのはこのエリクソンっていう、作曲家の人が吹奏楽のために書いた素敵なこう音色の曲なんですけども、これ昔僕が学生時代に、やってたリコーダーのサークルなんで、やって、で、すごい素敵だからやりたいねって言ったら、メンバーが学校を探してきてくれたんですけども、80層でしたっけ？10層、80層。なんか大勢だったんですよね、メンバーが、パートがいっぱい必要だったので、そのアレンジを何とか5人でできないかって僕がそのアレンジの中から必要な音だけを抜き出して50層にしたという感じなので、まあ、そういう、形の演奏でお聴きいただきたいと思います。ではキャラメルじゃないクラウドドッジの演奏です。Thank you.